ソニーグループソニーコーポレーションオブアメリカソニーエンタテインメントソニーピクチャーズエンタテインメントソニーピクチャーズモーションピクチャーグループトライスターピクチャーズトライスターピクチャーズは1982年にコロンビアピクチャーズの子会社として設立された現在はコロンビアピクチャーズと共にソニーピクチャーズエンタテインメントの子会社百八十二年慢性的に膨張する 映画制作費を折半するため、当時コカ・コーラ資本家にあったコロンビア映画と HBO、CBS の共同出資によって設立された。初めて配給をした映画はナチュラル。2作目には、かつて MGM が制作したボーイハントをリメイクするが、こちらは工業的に失敗で終わっている。1984年に CBS が1987年12月に、 HBO が事業から撤退したため、コロンビア映画が一手に引き受けることとなり、コロンビアピクチャーズエンターテイメントによって買収される。しかし、その後もトライスターとコロンビア映画の両者は、それぞれ別名義で映画制作、配給を続けていた。1989年、コカ・コーラのエンターテイメント事業がソニーによって買収され、トライスターとコロンビア映画は、 ソニーピクチャーズ参加へと編入されるが、ここでも両者の名義は残されている。1998年夏、ソニーピクチャーズはトライスターとコロンビア映画をコロンビアトライスターピクチャーズとして再編成するも、3度それぞれの部門は独自名義を残したまま映画制作、配給を継続した。2004年にトライスターは、 ジャンルごとの特色を強調するための制作部門として事業を再発信させている。また配給のみを担当するケースもある。2013年にソニーピクチャーズは20世紀フォックスの共同会長だったトーマス・ロスマンとの合弁事業であるトライスター・プロダクションズを設立。トライスター映画の一部門となった。ありがとうございます。